勝野秀夫は、幕末、明治時代の詩、歌人、地方館、新職。旧姓は三章、通称は、文十郎、名は、蘇明、号は、桐園。終わり繁を、詩、敬遠派歌匠、民部省駅定士館、埼玉県館、大宮氷川神社ネギ。文政十二年または、天保五年四月十日に生まれ、終わり繁を、詩、 勝野文次郎の長男として、家業を営む傍ら、津島神社表室町沖縄に敬遠派和歌を学んだ。明治元年7月5日会計へ駅停止、筆正9月3日駅停止改正方となり、明治天皇の東京行行に同行した。10月25日京都駅停止詰め、明治2年3月4日、駅停止初期となり、5日再び東京行行に同行した。 4月10日民部官駅停止、付属7月28日民部省駅停止、付属8月28日駅停省令士となり、10月中宮の一条、吉子の東京行刑に同行した。明治3年3月4日民部省を退官し、和歌の同門、真島冬道浦和県知事に招かれ、4月2日、浦和県市政、明治4年8月2日、純文を、 10月17日15等出資となった。埼玉県に改装後、11月14日改めて15等出資となり、第1課において墓所、春日部市長詰め、記録、駅定係等を担当した。1879年埼玉県関東で、創刊した令和新市では、和歌の文を担当し、県令、白根助たすけ、宮内省文学係、近藤よしきを表者に迎えた。 1882年白根が死去すると、遺族、白根勝次郎の依頼で、伊高集、売園予行の編集に関わった。1887年2月18日退官し、大宮氷川神社ネギに就任した。1876年の東北、北海道巡行では行工艇の検品に関わり、1878年8月の北陸、東海道巡行では、 大宮古小急所御用係を務めた。1889年10月1日宮司堀越安三郎による排斥運動で、旧社家出身の左官東、閣員副審が免職されると、12月自子総代等により、相次いで抗議の権限書が提出され、騒動となった。権限書の中には、県庁からの甘くり人事を批判した条目もあり、 1890年7月8日、勝野は県に対し、県限書は不当と報告したが、12月9日勝野はネギを退任し、公認には県庁出身でない新城清氏が就任した。退任後はもっぱら下段で活動した。1908年11月27日死去し、青山墓地に葬られた。三照文十郎は、尾張国名古屋所町の旧家で、尾張藩後、 死を務めた。ありがとうございます。